人手不足が懸念される自衛隊の中で、いち早く少子化問題に取り組み、次世代護衛艦を建造しているのが三型護衛艦。今回は、次世代護衛艦もが、三型を詳しく見ていきますね。日本の強みは、リチウムイオンバッテリーとのハイブリッド方式エンジンシステム、護衛艦だけではない。潜水艦にも採用されていますね。原子力発電を超える新たな発電システムが生まれそうな水素エンジンで水素を同時に生成できるシステムが構築されたらすごいと思いませんか？海上自衛隊の最新鋭の護衛艦として建造された艦艇がも、が三型であり、今年2022年3月に、2番艦、熊野、続く4月に、1番艦で、ネームシップの、も、神が、相次いで就役を迎えており、いずれも、まず、横須賀を母港とする、掃海隊群に配備された。すでに、命名を得たもが、三型は、3番艦、の城が、2021年6月、4番艦、三熊が、2021年12月、5番艦、矢作が、2022年6月に、進水を終え、ほぼ年間に、2隻のペースで、寄港、進水、就役を行う形で、全22隻の建造が予定されている。も、が三型護衛艦の特徴は、何と言っても、その艦隊のデザインにあり、従来の水上戦闘艦に数多く見られたような、様々な装備品類の突起物が、ほとんど影を潜めている点で、敵のレーダーによる反射断面積の極小化を狙っていることが見て取れる。近年の各国海軍の最新鋭の艦艇でも、こうしたデザイン、設計は主流となりつつあり、その意味では、個人的に、ハモが三型護衛艦の外観も一目見て、海上自衛隊の艦艇だと識別することは困難で、そうした独自性を失ったことは、残念にも思える。こうした近年の世界各国の各分野でのステルス性を追求した兵器設計は、何も水上戦闘艦艇のみに限らず、戦闘機等にもお国柄を感じさせない類似のデザインを氾濫させており、その傾向は強まりこそすれ弱まることはなさそうだ。さてもが三型護衛艦だが、その艦容が煮詰められた。2015年時点では3000トン型護衛艦と呼称されており、これが要求させる装備を搭載していく過程で 30% ほど排水量が増加し、現行の3900トンまで拡大した経緯を持つ。そのため、実際のもが三型護衛艦の使用は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル。全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、現在の国際的な水上戦闘艦の区分では、フリゲート艦に相当する。海上自衛隊では、かつて、太平洋戦争時に、アメリカ海軍が建造した、タコマ級哨戒フリゲート艦のお払い下げを受けて、全18隻を、1953年から1972年までの期間、クス型護衛艦と呼称して運用していたが、この時以来のフリゲート艦がも、が三型護衛艦である。ちなみに、クス型護衛艦は、基準排水量が1450トン、満載排水量が2250トン、全長は 93.3 メートル、全幅が 11.4 メートル、深さが 5.3 メートルと、同じ区別のフリゲート艦といっても、今のもが三型護衛艦と比すれば、はるかに小型艦ではあった。も、が三型護衛艦の建造にあたっては、防衛装備庁が、2017年に、初の試みとなる建造を担う、造船会社の設計案を公募で募る形で進められ、これに、ジャパン、マリンユナイテッド社、当時の三井造船社、そして三菱重工業社が応じて、コンペが行われた。その上で、
これら参加3社の建造案が吟味された結果、三菱重工業者の案が採用されることが、2017年8月に決定されたが、評価の順位は、2番目が三井造船社、3番目が、ジャパン、マリンユナイテッド社とされ、三井造船社が、下請けを担う体制となった。その後、三井造船社は、2018年に、株式会社三井 &S ホールディングスへと、社名変更を行い、さらに、昨年2021年には、艦艇建造にまつわる事業を分離させ、新会社の株式を、三菱重工業者に譲り渡し、三菱重工マリタイムシステムズ社へと推移して、現在に至っている。そのためもが、三型護衛艦の2番艦である、熊野は、2019年の起工時には、三井 &S ホールディングス社、今年2022年3月の収益時には、三菱重工マリタイムシステムズ社と運営主体が変更する狭間で、建造が進められた、稀有な艦艇となった。現在の藻が、三型護衛艦の構想が始められた当初は、艦隊を3導線形とするデザイン案や、推進方式に、ウォータージェット式を採用する等の案も存在したとされるが、いずれも実採用には至らず、設計としては、オーソックスな形でまとまっている。藻が三型護衛艦の主兵装は、対艦攻撃用途としては、アメリカ海軍の MK45、5インチ砲である、127ミリの62口径の単身砲1機や、国産の17式艦対艦誘導弾の4連装の発射機2機を備えており、前者が、砲弾によっては、対空戦闘にも使用される。127mm の62口径の単身砲は、最大射程距離はおよそ 37km ほどで、国産の17式艦対艦誘導弾は、陸上自衛隊の1式地対艦誘導弾を、艦載用に改修を行ったもので、その最大射程距離は、およそ 200km 以上と目されている。ただし、中国海軍の 052T 型コンアキラ級駆逐艦や 055 型南アキラ級駆逐艦が搭載している追艦、対地攻撃用の巡航ミサイル YJ-18 は、最大射程距離が 600km にも及ぶとする見方もあり、1式地対艦誘導弾の能力向上型の実装が必須になるだろう。この追艦ミサイルの分野においては、現状では、日本は中国の装備よりも射程距離で大きく劣っている可能性が高く、日本政府が打ち出しているスタンドオフミサイル構想を一日も早く実現する必要性が高まっていることは間違いない。またもが三型護衛艦では、これ以外にも最大16セルの VLS 垂直発射艦を搭載する予定であるが、装備する兵装の選定に時間をかけ、後日の予算で取得、装備することとなっており、現状は収益時点では備わっていない。また、VLS、垂直発射艦で運用する兵装においても、現時点で確定とされているものは、国産の07式垂直発射魚雷投射ロケットのみであり、これは、対潜水艦戦闘を考慮したもののため、対艦、対地攻撃用の兵装については未定である。ただし、こうした各種兵装の中で、ももが三型護衛艦の最大の特徴となっているのは、従来は、もっと小型の艦艇である、掃海艇が担ってきた対機雷戦闘の装備意識を、フリゲート艦サイズの大型艦でありながら備えているという点だろう。もが、三型護衛艦は、対機雷戦闘に対処するため、その専用の OQQ-11 ソーナーシステムを搭載し、機雷探知用の UUV、自立型無人潜水機と、機雷の排除そのものを行う USV、無人水蒸気を運用する能力を兼ね備えた艦艇である。
機雷探知用の UUV、自立型無人潜水機は、三菱重工業者が製造を担当しており、OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機として、2017年にもが、身型護衛艦に搭載する目的で、装備化が確定。その中身には、フランスのタレス社との協業も行われている。OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機の2020年度における取得単価は、1機あたりおよそ13億8000万円となっており、同機は、近年探知が困難とされてきた海底部のシム底型の機雷や、埋没型の機雷に対しても、安全な探知を行うツールとして期待されている。が、身型護衛艦は、こうした装備によって、敵の付設した機雷を除去する機能を有する一方で、自らも機雷を付設する機能も備えており、艦尾に設けられた投下用のハッチから機雷を落とし、有事の際には、特定の海域を封鎖することを期としている。具体的に、日本側が機雷の付設を想定していると考えられているのは、北の宗谷海峡、津軽海峡、北方領土の周辺の海域、そして南は対馬海峡であり、かつての冷戦時期と同じく、ロシアの艦艇を日本海に封じ込める戦略がベースだろう。また、最近では、中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力の増加に対処することが、日本の防衛の喫緊の課題となっていることから、それらの島嶼部に向けた水陸両用の作戦の遂行を海上自衛隊の掃海隊群が担っている点も注目される。こうした島嶼部の奪還等には陸上自衛隊が編成している水陸機動団が直接の部隊として投入されるとめされているが、それらの行動の全段階を支援する戦力として、MOMOが身型への期待は大きく、多彩な用途での投入が見込まれている。